はい、こんにちは。ニュージーランド在住のセイです。今日は国際成人式についてお話しします。成人式といえば我々日本人にはとても馴染みの深いそんな式典ですよね。家族、友人、社会、そして自分の未来に対する責任を再認識して気持ちを新たに切り替えていく、そんな大事な式典ですね。そんな日本の大事な文化的式典、これを海外で開催しようというのが今企画の趣旨です。ちなみに今年で3回目の開催となります。1回目、2回目と徐々に知名度が上がってきているので、今年はまたさらに多くの人に参加してもらえるんじゃないかと期待しています。ちなみに国際成人式と銘打っているだけあって、当然参加者の国籍は一切関係ありません。しかも国によっては成人扱いとなる年齢が違うので、年齢制限も設けていません。なのでたとえ日本人で20歳でない方でも参加可能です。新成人として気持ちを新たに切り替えていきたいと思っている方がいらっしゃれば、年齢に関係なくぜひ参加してみてください。そしてこの国際成人式の会場では、単に堅苦しい式典だけでなく交流会も開催されます。例えばみんなで記念撮影をしたり、ちょっとしたゲームをしてみんなで交流を深めたり、他には折り紙などの日本文化の体験イベント、そういったものも開催される予定です。場所と日時はジャパンデーが開催されるクラウドというイベント会場の2階になります。これは正面の入り口から入って一番奥の方に行ったところにある会場ですね。そして、時間は午後3時15分に会場、そして3時半から式典が始まりとなります。なお、このイベントに参加するには事前に申し込みが必要となっています。下の概要欄に申し込み先のリンクを貼ってありますので、ぜひそちらをご確認ください。あと、この国際成人式の公式 Facebook ページと Instagram のアカウントもリンクを貼ってありますので、興味のある方はぜひそちらもご確認ください。では今回の動画は以上で終わりです。面白かったよという方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。